行くぞ息子よ。さすがは私の息子だな。さ、来るがいい。大丈夫か息子よ。あ、これはひどい。ひどい熱が出ている。急いで病院で見てもらわなくては。今日も忙しいな。あ、次の方どうぞ。すみません、うちの子を見てもらえますか。ここはペット病院じゃないんですけど。オーケー。あ、この病気はどうしたんですか。残念ですが、息子さんは1億人に1人にかかると言われている不治の病です。なんだと。すみません、うちでは治療することができません。なんで、おわー、どうにか治してくれ。いや、申し訳ないですが、僕にはどうすることもできず、他の病院、おわー、ダークソウ、一体どうしたらいいのだ。やっぱりマイクラアニメは面白いね。うぃす！お、何見てんだ？うん、今マイクラアニメを見ていたんだ。お、マジで？俺にも見せてくれよ。いいぜ、やっぱマイクラアニメといえば。そんなビグビー！スマイル先生！よし、それじゃあ今日の授業を始めま。ミスターマネー君、大丈夫？大丈夫です。蜂に刺されただけなので。いやいや、いくらなんでも腫れすぎだろ。ん？うわ！こいつらは、カートゥーンキャットじゃねえか！なんでカートゥーンキャットがここに？もしかして、俺たちを襲いに来たのか？だとしたらまずい。あの、うちの子を助けてくれませんか。
今なんつったんだ。うちの子が絶対に治らないとされる病にかかってしまいました。ですがそれでも何としても助けてあげたいのです。なるほど。よし、それじゃあ今日の授業はカートゥーンキャットの息子を助けることにする。はあ、この俺の財力があれば最先端の治療を受けさせてやれるぞ。ミスターマネーはたくさんお金を持っていますからね。そのお金があれば最新の治療を受けられますね。よし、それじゃあカートゥーンキャットの息子を助けるぞ。おい、なあ、その前にいつもたくさんの高評価ありがとう。今すぐ高評価を押してくれたらカートゥーンキャットの顔がでかくなります。それと右のボタンからチャンネル登録とベルマークの通知設定も忘れずに。よし、それじゃあ今から飛行機に乗っていくぞ。すまない先生、飛行機代は誰が払うんですか。はあ、そんなものこの俺が全て払ってやるに決まっているだろう。やっぱりこういう時は頼りになるよね、ミスターマネー。何としても私の息子を助けなければ。ところでミスターマネー、飛行機は一体いつ来るんだ。はあ、飛行機ならばもうすぐ来るだろう。あ、来たようだぞ。パイロットの操縦下手くそすぎるだろう。おいおい、この飛行機に乗って大丈夫なのか。飛行機はまだしも、パイロットの腕が下手くそすぎるぞ。安心しろ、パイロットは全て1000人の中から選ばれたたった一人のエリートなのだからな。そんなこと言われても説得力がないんですが。まあそんなことはどうでもいい、早く乗るぞ。眠くなってきたな。まさかこんな広い飛行機に乗れるとはな。いやー、ミスターマネー君が僕の生徒でよかった。はあ、存分に感謝するがいい。妻よ、気分は悪くないか。あれ、そういえばミスター銀さんはどこですか。あれ、いや、なんで俺だけ乗れてねえんだよ。なあ、飛行機の感じってどうも慣れないんだよな。お、なんだなんだ、もしかしてビビってんのか弟。いや、別にビビってねえけどよ、なんか慣れねえなと思って。慣れねえっていうことがそもそもビビってるってことなんだよ、このタコスケ。いちいちうるせえな。そういう兄貴だってビビってるんじゃねえのか。あ、この俺がビビってるわけねえだ。そう言っておきながら体震えてんじゃねえか。おいお前ら、うるせえぞ。こっちとら寝てんだ、静かにしろ。ねえ、これで熟睡できるな。ん？あ、そんなバカな。ん？どうしたんだい、カートゥーンキャット。急に私の息子の状態が悪くなった。このままではまずいな、早くしないとカートゥーンキャットの命が危ない。おい、ミスターマネー、あとどれぐらいで着くんだ。まあそう焦るな、
あと30秒もすれば着く。さて、着地に備えろ。ようやく着いたようだね。着陸失敗してるけど、いいのか？はあ、プライベートジェットなど、いくらでも買い直せるわ。お、これが最新鋭の病院ですか。この施設ならば、息子を助けられるに違いない。よし、入るぞ。さ、早く私の息子を治してくれないか。さあ、先生は一体どこにいるんだ？おや、変わったお客ですね。私がこの病院のトップのミスター・ゴッドハンドです。あ、この人が。いかにも、話はミスター・マネーから聞いている。ミスター・ゴッドハンドよ、カートゥーン・キャットの息子を治してくれ。なるほど、人間ではなく動物の治療ですか。ゴッドハンドというならば治してくれるのだろう。うん、動物の治療というのは私の専門外なのですが。おや、これはまたひどい病気にかかっていそうだ。早く見せていただかないとな。では早速治療の方を始めていきたいと思う。ほわっ！時間がないんだ。早く始めてくれないか。よろしい。では、息子さんの状態を見させていただきますよ。さて、どのような病にかかっているのか。あ、これは。どうしたんですか？息子さんはかなり弱っています。今すぐにでも手術を始めなければ助かることはないでしょう。では、手術を始めます。本当に息子は助かるのだろうか？安心しろ。奴は絶対にできないと言われた手術を何度も成功させてきている。あ、先生、息子は？すみません。なんだと。残念ですが、最善を尽くしましたが、息子さんを助けることは。うわっ！うわっ！そんなことは聞いていないのだ。息子よ、大丈夫か？嘘だろ。そんなバカな。これは。父さん、母さん、泣かないで。俺はもう十分幸せだったから。何を言っているのだ、息子よ。父さん、母さん、今まで本当にありがとう。僕は今までたくさんの愛を父さんと母さんからもらった。もう悔いはないよ。それじゃあ、今までありがとう、お父さん、母さん。ん？ええい、行かせてなるものか。ちょっと、お父さん、そうやって強引にやられると、あれ、俺は、今まで何を？よかった。帰ってきたぞ、息子が。いやいや、そんな強引に魂を引き戻せるのか。こうして、カートゥーンキャットファミリーは無事救われた。最後まで動画を見てくれてありがとう。動画に対するコメントやリクエストがあれば、コメント欄にどしどし書いてくれ。